皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、セ・リーグ広島1から3ヤクルト、2024年9月25日、松田、広島は25日、ヤクルトに敗れて3連敗。65勝65敗5分けとし、今季最多14あった貯金がついにゼロになった。今季残り8試合で、自力での CS 出場が消滅し、3位、 d n a が巨人に勝ったためゲーム差は一ゴに広がった。写真衣笠幸知高橋佳彦と並ぶ球団歴代2位タイの12年連続100安打を放った広島、菊池これで9月は4勝17敗。9月1日時点で今季最多貯金14を蓄え4日までは首位に立っていたが貯金が底をついた。初回 先発登板した久保がオスナに中前的地打を浴びて先制点を献上。さらに7回には3番手、森浦が川端の右前的地打、押し出し支給と崩れて2点を失った。8回に坂倉の右前的地打で1点を返し、なおも2、2、3塁のチャンスだったが後続が倒れて追加点はならなかった。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。